静岡市清水区の吉永医院。こちらの医院では去年10月第6波に備え、駐車場に PCR 検査を行える発熱外来を設けました。午前と午後に1時間ずつ発熱などの症状がある患者の診療や検査をドライブスルー方式で行っています。先週から急激に増えてきて、おとといが1日で5人陽性でしたし、その前の日は3人陽性だったんですけど、それまでポツポツとあったのがもう一気に増えてきてるという感じですね。オミクロン株の感染拡大により、年明けから発熱外来の予約は常に満員。取材したこの日も駐車場に続々と車が入っていきました。よいしょ、はいはい、入ってもらってるかな。あ、いいですか。はい、はい、あ、そうだね。じゃあ先にちょっと検査やらせてもらっちゃおうかな。熱がいつぐらいからでしたっけ。今日の朝測ったら、うん、今日の朝37度6分。7度6分、はい。で、昨日はなってもなかった。そうですね、うん、はい、で今のところ喉の痛みとかはないですか。喉の痛みはないです。ああ、じゃあちょっと。娘には嘔吐の症状があるというこちらの男性、車に乗ったまま鼻から検体を採取します。はい、大変でした。それじゃあちょっと調べてきますね。はい、あ、じゃあそれ書いててください。はい、はい、よいしょ。採取した検体はその場で PCR 検査にかけます。結果が出るまでは15分。その間も休む間もなく次の患者に対応します。午前中9人取ったんですけど、本当は1時間しかないんで、それで1人15分かかっちゃうんで、本当は4人までしか取れないんだけど、まあ、9人詰め込んでるっていう状態ですかね。男性は検査の結果陰性が確認されました。7割程度のあれなんで、 100% 違うとまでは言えないんだけど、症状から考えてもまあ違うと思うので、まあ様子見です。ワクチンの接種や濃厚接触者の健康観察も行っている吉永医師。感染者の急増で医療が逼迫する中、今は我慢のしどころだと話します。我々の業務はもちろん急激に忙しくなってるんですね。軽症者は、まあ、僕らが頑張る、まあ、ともかく頑張るということでいきます。ともかくピークが前に比べるとすごく高いピークになってくると思うので、そうなってくるとどうしても重症者も増えてきますね。で、我々の医療機関もやっぱり濃厚接触者が出てきてクリニックを閉めざるを得ないとか、そういったことになってくると困りますのでね、全体のピークを抑えるっていうのは非常に大事なんで、そこをご協力いただきたい。このままね、ちょっと辛抱してください。クリニックの忙しい日々はしばらく続きそうです。